はい、薬だけはね、ちょっとガスっちゃってますね。はい、岳沢はね、ものすごく、雲がかかってたんですけど、今切れましたね。穂高が綺麗に見えてます。はい、テントをね、撤収しましたんで、今から明神に向かいたいと思います。はい、キャンプ2日目、今日の予定ですが、現在はここ、小梨平です。ここから浅川左岸を明神まで歩いて、明神橋を渡り、明神池へ向かいます。そして浅川右岸の絶景を楽しみながら、岳沢湿原経由で河童橋へ戻ります。では、行きましょう。お、ちょっと開けました。おお、いいね、朝日が。はい、明神着きました。目の前はね、おなじみ明神館です。明神橋を渡って、家紋寺小屋方面に向かいます。いい天気になってね、本当良かった今日は。今日はね、空がね、すごい真っ青。今年一番かもしれないな。揺れる揺れる揺れる。月前も来ましたけどね、奥宮です。さあ、この明神池に、ね、行くのはもうね、2017年以来だね。4年ぶりになります。いや、これはこれはすごい。これはね、今年一番の絶景じゃないか、これ。うわ、
はい、二の池ですね。すいません、ちょっと撮らせてください。おお。頭から尻尾まで全部蒸し上がれます。はい。ご飯と味噌汁別で。はい。いやね、イワナがね、超いい匂い。あとお味噌汁、まあ、漬物類とご飯ですね。まあうまいの分かってるよ、もう見ただけで。いただきます。これはうまいこれはうまい。おいしい、うん、めちゃくちゃうまい。いやね、このイワナがね、めっちゃくちゃうまい。こんなうまいイワナ食ったことない俺。いやー、美味しかった。めちゃくちゃうまかった。あのね、僕はね、魚好きなんですよ。ただね、好きな魚っていうのは基本的に刺身なんですよ。なんでかっていうと骨がないからね。で、骨がある魚はちょっと苦手なんですけど、だからね、今までね、魚丸ごと食べた、いわゆる頭からガブッと食べたなんてことは生まれてこの方一回もなかったんですよ。あのシシャモですらね、頭残すんで。ところがね、この家紋地小屋のイワナ定食、イワナがね、いやめちゃくちゃうまかった。俺ね、今まで食ったイワナというか魚の中で多分一番うまかったと思ういやー、すごく美味しかったです。どうもありがとうございます。いいえ美味しかったね。はい、今日はね、普通に帰らないで、あずさ川の右岸ですね。右岸というのは、あの下っていくと右側ですね、ここの遊歩道を歩いてカッパ橋まで戻りたいと思います。だいぶ下ってきましたね。あの唐松林もね、もうすぐですね。
はい、ここがね分岐です、ここを登っていくと岳沢の小屋と、あと前方方面ですね。はい、ここがね撮影ポイントですね。おお、すごいとこに。おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。まあ、カップア橋に戻る手前ですね。ここは日本山岳会の上高地山岳研究所です。僕もね日本山岳会の、まあ、栃木支部に所属してますんで、予約すればね、まあ、ここに泊まれるんですけど、もうね11時近いからもう観光客の方がすごいですね。いやー、はいはい、ゴール。はい、ということでございまして、2日間にわたる上高地キャンプ、今年最後のキャンプですね。はい、錦秋の上高地、ご視聴いただきましてありがとうございました。カバオでした。